自分が家族のために今さら何ができるのか毎晩考え眠りにつく。最近同じ夢を見る。妻と子らが楽しそうに食卓を囲んでいる。他愛ない会話で笑い合う。そんな小さな幸せをかみしめるようにして。だがその食卓に俺はいつもいない。理由は分かっている。痛いほどに。あれらはお前とは違う世界の人間だ。立て。こんなもので倒れていてはオールマイトを愚か、ザコヴィランにすら。やめてください。まだ5つですよ。もう5つだ。邪魔するな。それしか言えねえのか、てめえは。お母さんの力だけで勝ち上がる。戦いでてめえの力は使わねえ。